東さんが当時、福島原発観光地化計画ってやつがやったんだよね。考えて、東さんが。でも、あれいい話だったじゃん。で、そういう東さんに対して、岡田さんが、それはアートだからっていう。で、アートだと良くないっていうのも、すごくちょっと面白かったよね、なんか。よかった。そういうのを、なんか一緒にそこの、モニュメント的なものを一緒に、なんだろう、除染とかしながら、そこに来た人が一緒に作っていけば、そのモニュメントとし自て分の。を縮めながら、健康に被害を受けながら作っていくなら、なんかそのモニュメントに意味がこもるけど、それをなしに、ただ、はい、作ってアートでございって言ったら、それはマジで、なんか何にも意味がない。すごい人だなと思った、岡田っていう人って。本質的っていうかさ、なんかね、嘘のあるアートとかをもう絶対見逃さなそうね。だよ。うちらはさ、話でよくさ、やっぱアートっていうことで俺らは盛り上がることはできるじゃん、何でも。けど、なんかあの人すごいのは、やっぱまあアートってことは分かったけど、なんかそのアートは偽善だよねとか。その裏側までちゃんと語れるっていう。でも村上隆のこと、なんて言ったっけ、好きだけどあんまりアートは好きじゃないみたいな、なんかそんなこと言ってたよね。他のチャンネルでも言ってたけど、村上隆と仲いいけど、アートは大したことないみたいなこと言ってて、確かにさ、だから俺大竹新郎はすごいと思うんだけどさ、村上隆とか、ジェフ・クーンズとかさ、なんだ、なんか、牛とか分解してるやつとか、なんだっけ、ダミアンハースト？そう、ダミーハーストとかさ、多分さ、自分でやってないじゃん。何人か、さ、わかる。製品じゃん。まあ、それが、まあ言ってた換金性っていうか投資対象になるから、どうせアート、まあ現代アートってそんなもんだろって言ってんだけどさ、やっぱ、大竹新郎はそれやんないもんね。だってあれ施工じゃんね。現代アートっていうか施工でしょ、あれ。現代アートじゃん、そう、施工なんだよ。施工技術すげえな。みんなあれ施工技術に感動してんじゃん。おお、だからそっちそうジェそフンズとか多分大きなバルーンみたいな金属のがピカピカみたいなさ。あんな中国とかになんか金属工場で作らせてさ、なんか、俺、そういったもん、なんかインスタンスで作らせて、それでアートですって、とんでもねえよ。だから嫌いって言っていいんだって俺思っちゃった。俺もそれすごい気に入らなかったんだけどさ。いや、わかる。そうなんだよ。現代美術って、あの施工だよね。あ、もう俺ら施工って呼んじゃうぜ。そういうの。施工展示会、なんつ施うの。工で、その時、そっちの作家のことを施工主、発注者。発注者でしょ。発注者だ。この作家とか美術家じゃなくて、発注者だよ。いや、わかるわ。俺、一時期、ワンオールで個展とかで何しよっかなとか、全く関係ねえことやりたいなと思った時に、ああ、なんか、もう木、でっかい木掘って、像、像、仏像？仏像作れねえかなって本気で思ったりしたけど、その時思ったのが、やっぱ施工技術ねえもんな、みたいな。やっぱなんだかんだ施工だよな、みたいな。で施もそ工。れやったことないやつが自分でやるのもいいんじゃないの？まあね。なんかあるじゃん、頭の中でこうなったらいいなってものにならないわけじゃん、多分。まあね。